こんにちは。驚かせてしまっていたらごめんなさい。Crown of the Moon din. Wait, there's more? Is Astronaut here? I'll go let her know. Welcome, new friend. What an honor to see you here.Looks like my importance in this chat is now downgraded by one. Looks like my importance in this graduate is now downgraded by one. This chat really feels like deja vu. What accountability?ミス・ヘルタ倒し速報。ヘルタファンの皆さん、こんばんは。緊急ニュースをお伝えします。偉大なる天才クラブ会員番号83番ミス・ヘルタが宇宙ステーションで襲撃され行方不明になりました。なお現時点で本件の犯行声明を出している組織はありません。これにより多くのヘルタファンが管理職の怠慢と不作為に強い抗議と非難の声を上げています。 What the hell?Dude, what the hell is going on? Aren't you jumping ahead? Oh gosh, I'm kind of sleepy right now.How are you going to worry about? You sure have some bizarre reasoning, but you're spitting facts here. You're absolute. Comrades, what is our goal? To rid ourselves of all imbecile pests. Good, you passed. So? Let's head over to Herta's office and find out what's up. Wait. Whoa, what the? Huh? What the hell's going on?これは計画的な襲撃ね。結論、敵の目標は宇宙ステーションだそう。手段はまだ分かりません。その通り。それが彼を必要とする理由だ。ドクター・レイシオ。ヘルタの人形が襲われる前、最後にあれを見たのは彼だからな。お前は？こちらはカンパニーの学術代表、博識学会のレイシオさん。意識を取り戻したばかりで、まだぼんやりしているようだ。いくつかヒントを。やっ。また会ったな。僕のことを覚えているか?いや、覚えていなくても構わない。期待しているわけではないからな。疑問だらけだとは思いますが。慌てる必要はありません。アスターさんが順を追って説明してくださいますから。
これまでのことは大体わかってるわよね。数システム時間前、ミス・ヘルタの人形が謎の襲撃を受けて行方不明になって、今も信号の位置を特定できない状態なの。There was no surveillance? ないわ。襲撃された地点は宇宙ステーションの外にある基地局で、監視カメラの範囲外だったから。ミス・ヘルタはこの件を気にしてないみたいで、今は出かけてるの。事件が発生する前、彼女はカンパニーから招待を受けたようでした。技術開発部か。アポリは有能だが、部下は素人の集まりなんだ。野心的で情熱に満ちてはいても、いかんせん頭が足りない。せいぜい原始人レベルといったところだな。彼らはヘルタと協力して何かを進めたいと考え、僕にその技術顧問を務めてほしいと頼んできた。あのお利口クラブの連中がどうやってカンパニーの財産を浪費するのか間近で観察できるとくれば、当然喜んで承諾したとも。だがタイミングが良すぎた。おそらく誰かから情報が漏れ、襲撃者に利用されたんだろう。ヘルタはこういう騒ぎには慣れているようだったし、僕も興味を惹かれてしまった。レイシオさんが学会の逸材だということは前々から耳にしてたから、協力してもらえるなんて光栄だわ。お世辞はいい、時間は貴重だからな。そもそも天才の前で凡人の逸材について語るなど、僕には少し滑稽に思える。そこの君、教えてくれ。最後に人形を見たとき、君は何をしていた？Running errands, I guess. とぼけないでよく考えるんだ。あ？そういえば、あの時、俺は。Some system hours ago? そうだ。もう一つお願いがあるんだった。例の器物がなくなっちゃって、放っておくわけにもいかないから、時間があったら探してほしいの。あなたならできるでしょ？忘れるといけないから。When was this? 改めて説明するね。それは、で、実体はないけど命があるの。あ？その痕跡を見つけたら、私に信号を送って。A what? ヘルタに気になることを言われた気がするけど、思い出せない。いくつかヒントがあれば、もしかしたら。じゃあ私は出かけるから、あとは頑張って。誰かに手伝ってほしかったら、アスターに聞いてね。Wait.記憶が曖昧だ。あの後、何をしたんだっけ？ Explore the related memory as a trouble to アスターの名前を出したような。そうだ。確か、アスターに会いに行ったんだった。これは、ヘルタに会った時の記憶だ。でも、細かいことは思い出せない。とりあえず、その後でアスターに会いに行った時のことを思い出そう。Okay, explore the related memory as Esther's troubles.実体はないけど命ある器物？ごめんなさい、すぐには思いつかないわ。あ、開始家や密館家の人なら何か知ってるかも。ちょうどシングルさんとが近くにいるから、彼女たちに聞いてみたら？インクルエンド？アスターは会社と密館課のスタッフ2人の名前を挙げたみたいだけど、この宇宙人した人たちと来たら画面越しに騒ぎを起こすことしかしないんだから、正体を突き止めたらただじゃおかないわ。
asked for clues about the lost curio. 実体はないけど命ある器物。それって偽命令のことじゃない？ Jinx? あ、今はウーウボって呼ばれていたわね。ウーバブース？ That doesn't sound right. こう言ってはなんだけど、私は開始家の室長でも開始家で一番器物に詳しい人間というわけではないの。アドラー君に聞けばもっとたくさんの手がかりを得られると思うわ。でも最近何かの超常現象の調査に夢中みたいで、ずっと姿を見てないのよね。ダメね、お客さんにこんな情けないところを見せてしまうなんて。宇宙ステーションは襲撃事件から立ち直ったばかりで、ただでさえ問題が山積みなの。それなのにわざわざスタッフたちの気持ちを煽ろうとする人がいて、管理職に対する不信感も日に日に強まっているから、アスター所長もかなり悩んでるんじゃないかしら。あなたにこんなこと言ったってどうにもならないわよね。これは私たちが自分で解決しないといけないことだから気にしないで。アドラ、アドラ。Explore your memories and obtain crucial clues in the form of cognition chasms to conducting key conversation with characters. Collect enough cognition chasms to exculpate yourself. In memory sorting, the fragmented information you recall as you explore your memories will be promptly recorded and updated, which can help you reconstruct the entire timeline. そうだ。それからアーランにもあったんだった。アドラーはアーランと一緒にいて、あの時アドラーはアーランと一緒にいて、二人は何かの事件に巻き込まれてた。キングイン。なんだと？あいつ一人でペペを連れて現場に行ったのか？どうしてあいつを？焦る気持ちはわかりますが、そう慌てないでください。What are you people up to?俺は犬の散歩だ。俺は散歩だ。They're definitely lying. 俺は犬の散歩をしている。Yep, they're definitely lying. 俺がその犬だ。隠したいことでもあるのか。They're definitely hiding something. 何か隠そうとしてるみたいだ。ところで、俺に何か用か？え、君もアドラを探してるのか？偶然だな。実は俺たちもなんだ。それにしてもあいつも肝が据わってるというか、勝手に現場に調査に行くなんて。The scene of what? Is he in danger? あ、いや、それは危険じゃない。危険なんてあるはずないだろう。You guys suck at lying. アーランさん、もう隠せません。やはり貴様は黙っていろ。歩きながら話そう。Okay. アドラーに何の用だ？失われた器物。なるほど。それならあいつに聞くべきだな。気をつけろ。このエリア。名前。研究の価値あり。根は巡る。命の花びらよ、いつ咲こうとも風に吹き落とされる時は来る。はっ、手の施しようがないわね。立ちなさい。平気よ。よし。
人体は皆脆いがゆえに美しい。おお、ヘル。あそこだ。やはりトラブルが。行くぞ。いいところに来たわね。素晴らしい時はさようなら。生命は呼吸するだけではない。本質は同じ。くだらない。お注射の時間。お休み。落ち着いて。やいち。素晴らしい時はさようなら。聞けば見逃そう。月光を剣とす。この月下で全てを照らさん。Pretty edgy, alright. That's a lot of damage. Pepe, 大丈夫か? Are you really the one who knows the most about Kyrios? そうだけど、どうかしたのか? What the hell? 器物のことで聞きたいことがあるそうだ。先に二人で話すといい。アドラ、ペペは預けたぞ。頼んでいた調査の件は。安心してください。手がかりなら見つけました。後で話しますね。 Alright, let's have a conversation with you. それでどの器物について知りたいって。 One that has no body but is alive. 手がかりはそれだけか。抽象的すぎる。 Oof. That's all Hata said.抽象には抽象ならではの美しさがあるんだ。会主家の室長には聞いたのか。 She said it might be a woo-ba-boo. 間違ってはないと思うけど、正しくもなさそうだな。 I heard something like that also exists in the... あれ、ここで俺はなんて言ったんだっけ。あ、ちょっと待って。今すごい推測が浮かんで。あ、いや、まずは検証してみないと。今日はここまでにしよう。また後で連絡する。アドラーは何かしらのヒントを得たみたいだけど、それよりも俺は誰から何を聞いたんだ。もDue to the presence of certain hazy memories, some content will appear as boxes in conversation as you explore your memories. Using cognition, Chasm has a chance of restoring relevant hazy memories. もう一度最初から思い出してみよう。何か見落としがあるかもしれない。そうだ、確かアスターは他の名前も挙げてたな。Okay.Hata assigned me to find a certain lost Kyrios that has very abstract traits. It seems that I may need Asta's help. I found Asta, but she didn't seem to know much about it. Fortunately, Tinkle of the Department of Ecology and someone from the Department of Insight are nearby, which is more or less of a clue. Tinkle is troubled by the confidence crisis within the space station, and Asta must be under considerable pressure. We had a brief chat and she speculated, but that what Hata is looking for is a woobaboo, but isn't certain yet. In the end, Hinkle recommended me to look for Adler. Apparently, he is the person who knows the most about Kyrios in the Department of Ecology. I ran into Arlen on my way to find Adler. He seems to be looking for Adler too, so I decided to go with him. Adler was saved by us when he was attacked. I stated our purpose and he seemed to have an epiphany from my words. I think I understood something from the words of someone Asta mentioned before.She's the Department of Insight. アーランとアドラーに関する記憶は少し曖昧だな。アスターが言ってた、もう一人のことを思い出さないと。
The problem not even inside. ないけど命ある器物？ごめんなさい、すぐには思いつかないわ。どう？欲しい情報は手に入った？なるほど、シンクルさんとはそう考えているのね。それなら少なくとも手がかりにはなるんじゃない？私の部下たちは優秀でしょ。 I heard you're in a bit of trouble. そんなの日常茶飯事だから気にしないで。レギオンの件があってから疑念の声が収まらないの。物理的な損傷は修復できても人の心の傷を癒すには長い時間が必要だから。襲撃の後、宇宙ステーションの管理や警備に疑問を持つスタッフが後を絶たなくて、再建と復興の成果もあってそういう騒ぎも収まってきたと思ってたんだけど、These are just disappearances. 再建スタッフが立て続けに失踪してるせいでまた不安が広がり始めてるので、わずか数日の間に4人のスタッフが失踪した。外回りの記録もなくて、ただ忽然と姿を消しちゃったのよ。せっかくみんなが事件から立ち直ってきたところなんだもの。不安が広がるといけないから情報を統制して防衛課に秘密裏に調べさせてるってわけ。でも見ての通り、この密閉された缶詰の中に秘密を封じ込められる壁なんて存在しないのよね。一度失った信頼を取り戻すのはゼロから築き上げるよりはるかに難しい。だからこそ焦ってるの。この事件の背後にはこの機会に世論を煽ろうとしている人物がいるんじゃないかって心配になっちゃって。でも今はそういう人たちを見つけ出すことよりも事件の真相を究明することの方が重要ね。You need my help? ううん、大丈夫。あなた、まだミス・ヘレタの依頼に対応しないといけないんでしょ？気持ちだけ受け取っておくわ。そうそう。今言ってたことだけど、私も聞いたことがあるの。一緒に調べてみましょう。宇宙ステーションの問題は、何とかして解決しないとね。やっぱりシンクル以外の人にも話を聞いたんだ。ただそれが密管課の人ってことしか覚えてないな。イパブのインサイ、シンクルじゃないもう一人は密管課のスタッフのはずだ。早く誰か思い出さないと。ほう、Find the inside researcher who is talking to themselves. シンクルじゃないもう一人は密管課のスタッフのはずだ。早く誰か思い出さないと。Department of Inside。その人の正体は重要だ。もしかしたら全てを結びつけられるかもしれない。エミ？あれ、どういう風の吹き回しですか？お久しぶりですね。ちょうど会いたいと思っていたんですよ。え、そんなことないって。このくらい普通で。それなら適切に処理しました。お金さえもらえるなら私は何だってやりますからね。これが頼まれていたアカウントです。まっさらでクリーン。内部ネットワークへのアクセスも問題ありません。その分かったから、何か用があるなら言ってもらえる？それは過大評価しすぎではないでしょうか。
私は内部で買い物をするついでに元手のいらない取引をしたに過ぎませんから。細々とやっているだけで大したことではありません。ただもし学会で成功を収めても私のことを忘れないでくださいね。何回目？これで何回目？こんなこと言いたくないけど、あんまり調子に乗らないでよね。ここもだ。記憶の中にある言葉の断片が混ざり合ってる。まさか関係ないことまで一緒くたに覚えてるのか。Restore the mother memory。 思い出した。もう一人はエミリアだ。あの時彼女はベース部分にいた。あの時エミリアが言ってたことを思い出してみよう。Okay, let's explore. Let's look for Emily then. まあまあ、あなたと来たらなんて素直で可愛いんでしょう。そんなことないって。このくらい普通で。おやおや、私のような年寄り相手に謙遜する必要なんてありませんよ。日韓家の若手がどんなにテキパキしていようとあなたにはかなわないでしょうね。その分かったから、何か用があるなら言ってもらえる？この資料の束を見てもらえませんか？どこの気の利かない若者か知りませんが、字がこんなに小さくて。この年にもなると目が霞んでしまうものですから、もしよければ。何回目？これで何回目？こんなこと言いたくないけど、あんまり調子に乗らないでよね。Sorry, if I can interrupt. あら、また素直な若者が来てくれましたね。よかった。人は大いに越したことはありませんから。え？アスター所長に言われてきたの？実体はないけど命ある器物。器物のことなら開始課に聞くべきじゃない？日韓課と何の関係があるの？でも似たようなもののことなら聞いたことある。外勤の同僚が先週同盟にそういう生命体がいるって言ってたんだ。あくまでも聞いた話を伝えただけで、あなたを手伝うつもりはないから。最近宇宙ステーションの雰囲気がどんどんおかしくなってきてるの。だから不用意に誰かの肩を持つのは危険なんだよね。へえ。エミリアが言ってた先週の生命体、それがアドラーにヒントを与えたものっぽいな。アスターが言ってたスタッフの失踪もアーランの調査に関係してるはずだ。今なら全てを結びつけられるかもしれない。エミリー from the department inside。エミリアが言ってた先週の生命体、それがアドラーにヒントを与えたものっぽいな。 Okay, so the next thing will be hit Arlen's investigation. Arlen first. 真相追求のため俺を追いかけてくるだろうとは思っていたが、すまない、いろいろと事情があってこれ以上は話せないんだ。秘密の任務ということしか教えられない。やっぱりアーランが何か言ったのをぼんやりとだけど覚えてる。俺が忘れていることに関係する何かだったはずだ。
And is this the part where I'm using the con- researcher's disappearance. It has to be something. いろいろと事情があってこれ以上は話せないんだ。秘密の任務ということしか教えられない。 Definitely something to do with researchers missing about the researchers' disappearances. どうして知ってるんだ。そうか、貴様もお嬢様のプレッシャーに気がついたのか。いや、正直に言ってかなり厄介なことになっている。監視カメラを調べてみたが、失踪したスタッフがいなくなる瞬間は映っていなかった。唯一の手がかりはアドラーの発見だな。実は失踪事件の発生直後、宇宙ステーションの自動消火システムが一時的に作動した記録が残っていた。つまりどのスタッフの失踪も不可解な発火現象と同時に起こっていたということだ。そして聞き込みをする中でそれを裏付ける目撃証言もいくつか出てきた。彼らは言っていた。あれは人体の自然発火だと。おぼい。開始課の室長には聞いたのか？間違ってはないと思うけど、正しくもなさそうだな。あれ、ここで俺はなんて言ったんだっけ。I believe it's the Central Alliance, right? はないと思うけど、正しくもなさそうだな。ああ、そうだ。それはサイオって呼ばれてる。リオバイ？どっちもエネルギー生命体だから、強いて言えばウーボもサイオの親戚になるかな。あ、ちょっと待って。今すごい推測が浮かんで。あ、いや、まずは検証してみないと。今日はここまでにしよう。また後で連絡する。人体の自然発火、それが事件の全貌ってことか。一応最初のヘルタとの会話を思い出してみよう。もう一度最初から確認しよう。ヘルタとの会話に戻って。 Does it have something to do with Helio Bus?忘れるといけないから改めて説明するね。それはで実体はないけど命があるの。いやバス、その痕跡を見つけたら私に信号を送って。そう、いつ言うんだ。いやバス、言われた気がするけど思い出せない。いくつかヒントがあればもしかしたら。Energy life form, I believe. Wasler to Ikenai Kara, Aratamete Setsumesurne. Soreva energy same tide, Jittai Wanaike to Inochi Garno. Sono Konseki o Mitsuketara, Watashini Shingo Okte.いや、重要なのはそこじゃない。はあ、天才クラブと関係がなかったら私だって構ったりしないのに。ジニアソサイエティ。じゃあ私は出かけるから、あとは頑張って。誰かに手伝ってほしかったらアスターに聞いてね。Hey, back to the present.Finally. ずいぶんと冗長で退屈な説明をありがとう。さぞ疲れたことだろう。少なくとも僕は聞いていて疲れた。要するに君がヘルタと最後に会ったのは
彼女のオフィスだった。君は依頼を受け、器物を探して奔走したが、他のことはアスターから連絡が来るまで何も知らなかった。ということか。それが君の主張だというなら、僕から質問させてもらおう。そのことを証明できる人間はいるか？But they're not around. So, Asta? いや、彼女は現場にいなかった。ただ君の口から話を聞いただけだ。それでは証明にならない。ロンリ、ヘルタさん本人に証明するよう求めればよいのではないでしょうか。ああ、今すぐ動けば4システム時間後にはカンパニーのシャトルシップに追いつけるかもしれない。つまり現時点では彼の話が真実だと証明できる第三者はいないということになる。レイシオさん、あなたは常に先入観を持って質問する傾向がありますね。これは失礼。僕の悪い癖だな。学術研究に従事しているとどうしても一つの物事を信じることが難しくなってしまう。むしろそれを疑う方がはるかに簡単なんだ。経験からしてこれが最も効率的なアプローチと言える。否定的な心情を抱いて模索することもまた一種の探求だ。同じように僕たちが正しいゴールにたどり着くための助けとなる。本当に無実だというのなら答えることで自らの潔白を証明するといい。オーディア、君の陳述によれば君がヘルタに会ったのは指名されて依頼を受けたからだ。Not this nonsense again. Yes. その依頼の内容は、名前すらわからない謎の器物を探してほしいというもの。Yeah, it doesn't have a name. だが、ヘルタのコレクションは星の数ほどある。彼女が普通の器物をそこまで重視するとは思えない。ヘルタが注目していたのは器物そのものではなかったはずです。その依頼の内容は、名前すらわからない謎の器物を探してほしいというもの。だがヘルタのコレクションは星の数ほどある。彼女が普通の器物をそこまで重視するとは思えない。そうだな。でもそれは普通の器物であることが前提の話だろ。言いたいことがあるならはっきり言ってくれ。正しい視点です。だがヘルタのコレクションは星の数ほどある。彼女が普通の器物をそこまで重視するとは思えない。器物そのものは重要じゃない。それが天才クラブに関係しているものだからこそヘルタは特別に注意を払ってたんだ。その器物はどこかの天才が作り出したものなのでしょう。ロンリ、それは特別な意味を持っている。ふん、この点は成立するようだな。その後君はこう言った。失われた器物を調べるためにアスターに助けを求めたと。しかし尋問が始まる前、彼女はそれについて一切言及していない。だんだん興味が湧いてきたぞ。君が嘘をついているのか、それとも彼女が何か隠しているのか。うん、幹部室レギオンの騒動があってから宇宙ステーションにいる人たちの心は不安定になって、管理職の人たちに対する信頼が失われてるんだ。そんな時にまた深刻な事件が起こったりしたら、
火に油を注ぐことになって内部の問題が完全に燃え上がるだろう。道理でアスター所長が僕の関与を認めたわけだ。何しろ博識学会の代表は宇宙ステーションに関わることこそないが、立場はカンパニーと変わらない。市場にとらわれる心配もなく、宇宙ステーションの利益も守れる。一挙両得というやつだな。スタッフの連続失踪、防衛課の責任者であるアーランの任務については僕も聞いている。だがそれは僕たちが議論している人形の襲撃とは明らかに無関係だ。いや、俺の記憶が正しければアスターは謎の襲撃を受けて人形が行方不明になった。信号の位置も特定できない状態だって言ってた。行方不明、それってつまり失踪ってことだろう。彼女の言ったことが何だって言うんだ。その二つが同一の事件だと証明したいのなら証拠を出してみろ。証拠ならある。アーランが連続失踪事件について調べていたとき、奇妙なものを見つけたらしいんだ。スタッフがいなくなる前後に宇宙ステーションの自動消火システムが一時的に作動した記録が残ってたんだって。アーランはどのスタッフの失踪も不可解な発火現象と同時に起こっているって言ってた。え、でも宇宙ステーションに火災が起きた痕跡なんてないけど。オーディア、それが奇妙なんだよな。でも現時点でこの情報にはもっと重要な意味がある。直接的な証拠とは言えないけど、人形が襲撃された前後でシステム上に自動消火装置の作動記録が残っていれば、2つの事件が関連していると疑う十分な理由になる。 Questioning ends。 2つの事件が本当に同一人物による仕業なら、君への容疑はかなり薄れる。だがそれは君が存在すると主張する記録がシステム上にあったらの話だ。それなら主制御室に行けばわかるわ。行きましょう。え、何の音？New message? Now what?ミス・ヘルタ倒し速報。緊急ニュース、緊急ニュースをお伝えします。ミス・ヘルタ襲撃事件に新たな進展がありました。アナイア・レイト・ギャングが今回の事件の犯行声明を発表、次の行動に移るとのことです。教会はこれを強く非難しており、聖官の神々は世俗を超越した存在、卑小な衆生になど目もくれない。不創の種だけが各世界に壊滅の恩恵を浴びさせられるのだ。しかしこの恩恵を拒み、不創から逃げようとする臆病者は必ずいる。せいぜい逃げるがいい。どこへ逃げようと、いずれ破滅は訪れる。Wait, Duke Inferno had a hand in this? これは宣戦布告であり予告状だな。君たちは狙われているらしい。レギオンの余波が静まる前に、今度はアナイアレイトギャングの登場か。この宇宙ステーションは知恵よりも壊滅の運命と縁があるようだ。Oh、my goodness. 冥火太鼓アフリートはすでに滅びた星トフェトで生まれた生命体です。常に燃えているエンマ一族でナヌークを皇帝とみなし主と呼んでいますが、アイオーンからは見向きもされていません。
I'm just glad that the special program gave a ton of information.恋に花瓶を割ろうとする幼児にすら遠く及ばないかもしれない。この原始博士の評価を僕は支持する。エンマ一族は凶暴な性格で燃焼と破壊の本能がある。その中でもアフリートは特に邪悪で残酷だ。彼が率いる英華艦艇は同じアナイアレートギャングのヤペラーブラザーフットとも宿敵関係にあるくらいだからな。Oh, the Jupiter. Yeah. その名前どこかで聞いたことがあるような。Of Kafka's おそらく性格ハンターの指名手配書でしょう。Yeah, the Stroll Hunters. 彼らはブラザーフッドの崩壊を招いたヤペラー反逆事件に関与しているとされていますから。Yeah. ヤペラー宮殿が炎に巻かれて崩れ落ちた後、アフリートの勢力は日に日に拡大していった。これがただの偶然だと思うか？それと同じことは、宇宙ステーションでも起きようとした。I remember that. エンマである彼にとって、人体の自然発火などお手のものだ。スタッフや人形の失踪も計画の一部だ。そしてその後は、その動画はすぐに宇宙ステーション中に広まる。見ているがいい。ほどなくしてヘルタは炎の海に沈む。信頼の破壊ですね。もう、両つアビンコネットライブへね。このまま黙ってやられるのが嫌なら、行動するしかない。君、僕についてこい。み？他に誰がいる？それとも、その二人をむやみに走り回らせて、宇宙ステーションで事件が起きたと拡散したいのか？それは避けたいわね。私はここに残ってできるだけ情報が広まらないように抑え込むから、その間の調査はあなたたちにお願いするわ。Anyhow, let's get Alan's assistance. あら、コートが汚れてる。困ったものね。こんなことになってしまうとは残念だ。ことは急を要する。何か必要なことがあれば防衛課も全力で協力しよう。失踪したスタッフのリストと彼らの詳細な情報が欲しい。それは構わないが、防衛課で彼らの身元や交友関係を詳しく調べてみても特筆するような共通点は見つからなかったぞ。アナイアレイトギャングは無法者の集まりだ。もしかしたら無差別に襲っているのかも。失踪したスタッフのリストと彼らの詳細な情報が欲しい。わかった。君が持っている。ここにある名前を覚えて、情報通の友人を見つけ、失踪者たちのつながりを知りたいというんだ。さあな、それは君の友人次第だ。雨だ？Forward missing researcher list. Your upset at management too? It's a small fight. I'll take any chance to slack off whenever I can. Those who love gossiping about the higher up just doesn't have enough things to do in their life.It's the same people who randomly create their own expectation and then get disappointed when those aren't met. Nothing good will come out of hanging out with them. Seem to be enlightened? You flattered me, but I still remember what you owe me. Don't worry, I'll get in touch if I have any news. 他に何か力になれることはあるか？その開始課で最も器物に詳しい人物に合わせてくれ。それが彼も消えてしまったんだ。オフ。
最初は特に気にしていなかった。何しろアドラーは普段からよくいなくなるからな。だがもう数システム時間が経つのにずっと連絡が取れないんだ。監視カメラでもアドラーの姿を見つけられなくて。Gosh damn it。最後にあいつを見たのは主制御部分。その時は大物化のオン精霊と一緒だった。Then last of all, when she linked it。君、そのアドラーとやらが手がかりをつかんだようだったが、それを教える前にいなくなってしまったと言っていただろう。アドラーの失踪も襲撃と関係があるとしたら、彼は本当に何かに気づいていたのかもしれない。確かに、あの時アドラーのヒントになったキーワードはエネルギー生命体だった。明火対抗も元素生命体の一種だけど、これはただの偶然なのか。調べてみる必要がありそうだ。And her about Duke Inferno Ifrit from the Annihilation Gang。Now, let's look for Wen Shi Ling. I'm not sure.アドラー君がいなくなっちゃったの。The miss is part of the missing researchers. アドラー君、最近おかしくて、人体の自然発火とか超常現象とか研究してたみたいなの。私が呼んでも無視されることが多くて、ずっとブツブツ何かつぶやいてた。彼は何と言っていたんだ。確か位相がどうとか言ってた。位相。We'll get him back。別に戻ってきてほしいわけじゃないもん。でも。あなたたちがアドラー君を探してるなら教えてあげる。最後にアドラー君を見た時ね、ずっとこの冊子をめくってたの。アドラー君が何を探してたのかはわからないけど、あなたたちの役に立ったらいいな。はい、Okay, we got a message from PamelaGot something? Go on. These victims and their interpersonal relationship doesn't seem to have any overlaps, but they have all posted pretty extreme comments against the management on the dark web and have a large number of supporters.I know these results will bring a lot of things to mind, but regrettably is the truth. その顔を見るにいい知らせではないようだな。We count Pamela's findings. なるほど。失踪したスタッフたちは管理職を非難するオピニオンリーダー的存在だったのか。それは興味深い。君が返信している間、僕も冊子を読み終えた。ここには何人かの天才クラブメンバーの生涯が記録されている。面白い情報がたくさん書かれていたぞ。そろそろ戻ってアスターやスクリューガムと話をした方が良さそうだ。 Right。 あ、ダンハン、
I think we only scratched the surface of this Ifrit. What happened? The fire demons of Fetora are ferocious and cruel by nature, but Ifrit easily rose to the position of clan leader. And even among the fire demons, his flame belongs to a special category. What do you mean? In many vicious incidents instigated by the Everflame Mansion, I found similar eyewitnesses proclaiming that Miss Creance materialized from the Inferno. I speculate that if his flame may have inherited some ability, then fast. If his flame may have inherited some ability other than burning, and that is related to his origin. I have heard of a flame with similar properties that was difficult to capture because it kept shifting between phases. There is not much information about it, only one line that catches the eye. Burns through worlds, leaving numerous scions of flame behind. Ifrit is perhaps one of its descendants. Shifting between phases. That's all I have. The number of related records is limited. I'm not sure if that was helpful to you. It's enough. Thanks. Wait. Okay, let's head back right over here. Locked. Oh, bollocks. And it ran. Wait. Let's just focus on the main objective for now. を監視させて、どうにか動画の拡散は抑えたわ。今のところ事態が深刻化するのは防げてる。それであなたたちの方はどうだった？楽観できない状況だな。別の言い方をすれば非常に悪い。もう時間がない。一旦現在の状況を整理しよう。これまでに集めた情報から見出せる突破口は3つ。まずはアドラーの失踪だ。彼は何か重要な手がかりをつかんだに違いない。次に被害者の共通点。まあこれはあまり気分のいい話題ではないな。最後に明火対抗の能力、すなわち人体の自然発火の秘密だ。かつて栄華艦艇で起きた混乱では、炎の中からボートが現れたという目撃情報があったらしい。明火対抗の炎には何か特別な性質がある。そしてその性質こそ人体の自然発火の秘密なんだ。ほら、もう答えは目の前にある。この冊子には位相を移動できる炎について記されていた。各世界を焼き尽くし多くの炎の光栄を残したと。その炎の火種こそヘルタの失われた器物に違いない。そして明火対抗はその炎の光栄なんだ。おそらくアドラーは調査中にこの真相に気づいたんだ。
恩精霊によれば、アドラーはいなくなる前、異想という言葉をずっと口にしていたという。その異想はおそらく異想のことだ。彼は冊子に載っていたセセルカルの特集を見て、自分の推測を確かめたんだ。その後衛である冥火太后は異想霊火と似た能力を持っている。これは推測だが、彼は異想変換こそできないが、劣化版の空間転移を行えるんだろう。これが人体の自然発火の真相。スタッフたちは消えたのではなく、転移させられたんだ。ああ。被害者たちの行方はまだわからないが、ここまで来れば冥火太后の計画は明らかだ。突如として起こった相次ぐ失踪は、混乱を助長させる絶好の温床だったに違いない。不安の種が芽を出した時、襲撃の声明を発表する。陰で広がっていた不安は表面に押し出され、さらに成長して実を結ぶ。そして次のステップはパン、導火線に火をつけ火花を見せることだ。失踪したスタッフたちを見てみるといい。彼らの共通点が露見すれば、どんな結果になるか、僕が言うまでもなく想像できるだろう。全ては仕組まれた罠。最初から宇宙ステーションで内乱を引き起こすことが目的だったのね。もう手遅れだ。Okay, we got new messages. The missing researchers are all opinion leaders on the space station's dark web. Holy moly, you know stuff that even the security department isn't aware of? Ahem, I just got the file from next door. It sounds far-fetched, but on the off chance that it is true, I smell a conspiracy. They staged the whole missing thing to get rid of these centers. Tss-tss. That's such a brilliant plot. Justice may come late, but it would be served. The management must step down. The management must step down. If that's really the case, doesn't it mean that this chat group is in grave danger? Sonna! Duh! Iie, mada tarimasen.What? その通り、導火線につけるための火が足りない。火が足りない、どういう意味？ここで止めるならまだ弁解の余地はあるだろう。まあ僕としてはその機会を与えるつもりはないがな。 What does he mean? まさか。どうしたの？Oh no! おちついてください。アスターさんは転送されただけで、命の危険はありません。実際に接触して、アフリートの炎は原始的な霊火の火花であり、異想変換能力はないことを確認しました。ロンリ、アスターさんは今も宇宙ステーションの中にいる。What do we do now? あの炎はまだ宇宙ステーションのどこかにあるはずだ。それを見つけ出せば彼女を連れ戻す方法もわかるだろう。はい。火花だと。天才の高慢な態度。気に入ったぞ。Who's that?冥火太后は宇宙ステーションには来ていないようだ。混乱に乗じて冥火の塊をここに投げ入れ、スタッフを飼っていたらしい。冥火を消せば奴の陰謀もついえるだろう。私はヘルタさんのオフィスに向かい、器物収容室のフォールドスペースを開放します。パラメータを少しいじれば相手の転移ルートを遮断して、
宇宙ステーションに閉じ込められるでしょう。レイシオさん、あなたは彼と一緒に行き、それを収容してください。Right. He must include Dr. Ratio. Okay. March, Sasha, Dr. Ratio. I hope this should be fine. メーカも一種のエネルギー生命体だから、ビジュアライザーで痕跡を捕捉できる。それを追いかけよう。はい。大丈夫です。デレン。通路が炎に包まれている。ちょうど転移が終わったところのようだな。気をつけろ。炎の海に飛び込むぞ。 The folded space results from the spatial distortions during the spread of the infernal fire. Trying to pass through it may result in a drift in the spatial coordinates, with you transported to somewhere unexpected. The folded space that the space station uses to counter escape curious, it can effectively cut off space to hinder standard travel. So, we have to go through in here?見ろ、まだ宇宙ステーションの中にいる。スクリューガムが言っていたように、あいつはここから逃げられない。窮地に追い込まれた獲物に対してどう対処すればいいか知っているか。最後の最後までとことん追い詰めるんだ。So, just follow theするつもりのようだな。フォールドスペースの状態が変わった。これであいつがどこに逃げてもすぐにわかる。Right. Just follow the map for now.Let's fight this damn thing. Rule は破るためにある。もう限界か。40、40、60? テスト。質問する。答えてみろ。マイナスだ。ワン、ツー、スリー、ダウン。うち、今回は足を引っ張ってないでしょ。This X over here, though. Does it mean go through here?Try my best not to engage though. これ
with. And these bugs are fast as heck.手の施しようがないわね。おやすみ。うち、なかなかやるじゃん。ポン。逃がさない。始めるか。たまには真面目に行こっか。うちのとっておきを食らえ。答えてみろ。マイナスだ。That should definitely get the job done. うち、今回は足を引っ張ってないでしょ。以降はもう炎を維持できなくなっているんだ。Right. I believe this is a... Yeah, this is a dead end. Yes? God damn it!存在と感知されること。知識は尺と真理を探り、ロビューを根絶する。殴ったね。テス。零点。よし。ナイス。うちの出番。リュウ。少しはわきまえろ。Oh, great. I get Luchi no Jutsu. And now there are four of them. Rule は破るためにある。殴ったね。たまには真面目に行こっか。うちのとっておきを食らえ。答えてみろ。マイナスだ。悪い子よ。おやすみ。はい。痛くも痒くもない。Oh man, more wounds? 逃がさない。感知されること。知識は尺と真理を探り、誤謬を根絶する。ついてないね。答えてみろ。Okay, let's shoot the ball now.もそろそろ終わりのようだな。Okay, where to next?
Try my best not to engage the enemies.無知な愚か者どもは盲目的に死を追いかけ、壊滅の恩恵が足元に落ちていることにも気づかない。どうりで主のレギオンが直接やってきてもこの地を浄化できなかったわけだ。こうなった以上、私も自分が軽率であったことを認めなければならないな。だが次は私自ら訪れ、冥加でお前たちの罪を弔う。中に宿っていた微弱な意識が消えた。冥加大公はこの炎を捨てたということか。ん？いや、待て。Wait. Now what? Oh no. Great. Waves of anti-matter legion.時間稼ぎのくだらない小細工か。いい加減にしてほしいものだ。たまには真面目に行こう。うちのとっておきを食らえ。答えてみろ。おやすみ。始めるか。ルールは破るためにある。オリア。テス。マイナスだ。ああ、ノイナ。ダメージ。こいつ逃がさない。手の施しようがないわね。真面目に行こっか。うちのとっておきを食らえ。痛くもかゆくもない。間に合ったよね。あんな気持ちよ。気にしないで。助かった。僕が質問する。答えてみろ。エテン。存在とは知識は尺度。ゲリオのビッグトレッツ。ロビューを根絶。悪い子ね。おやすみ。マイナスだ。オッケー、フォローアップ、ナイス。出てん。オッケー。回答を楽しみにしているぞ。テス。Oh, crap. Crap. The big one has already recovered. お注射の時間よ。ついてないね。ビュー。殴ったね。たまには真面目に行こっか。うちのとっておきを食らえ。答えてみろ。ルールは破るためにある。ノリナフ。悪い子ね。おやすみ。うちの出番。僕が質問する。テス。平気よ。存在とは知識は尺度。真理を探り語尾を根絶する。炎の中からボートが現れたという話。 That's two, another two more waves. What the hell? 原始博士の言葉は正しかったようだ。答えてみろ。
回転。お注射の時間よ。ついてないね。逃がさない。たまには真面目に行こっか。うちのとっておきを食らえ。Second wave, by the way. 即戦即決と行こう。もう限界か。テス。マイナスだ。Alright, last one. Oh boy, it's the big one. It's the big one. 逃げるつもりだぞ。君はアスターの行方を見ている。存在とは感知識は尺と真理を探り、誤謬を根絶する。悪い子ね。おやすみ。零点。マイナスだ。逃がさない。たまには真面目に行こっか。うちのとっておきを食らえ。 This is gonna be a long fight. もう限界か。テス。零点。お注射の時間よ。うちの出番。Redirect all attack to match.Wait, I'm not done yet. ルールは破るためにある。回答を楽しみにしているぞ。答えてみろ。マイナスだ。Keep aiming at the big guy. 逃がさない。たまには真面目に行こっか。うちのとっておきを食らえ。え？おやすみ。おりよ。ついてないね。テス。え？零点。存在とは感知され。知識は尺と真理を探り、誤謬を根絶する。ナイス。That got him.僕が質問する。答えてみろ。あっち行って。たまには真面目に行こっか。うちのとっておきを食らえ。マチ got the job done in the end. There she is.Challenge completed. Whew! That was a lengthy fight. お疲れ様でした。よくやってくださいましたね。How is Aster? Aster さんなら医務室で休んでいます。少し驚いただけとのことなので、ご安心ください。それと、あなたたちが敵を追っている間に、防衛課が失踪していた被害者たちを見つけました。結論、彼らは全員無事です。How did you find them? アドラーさんのおかげですよ。彼らはある空間器物の中に落ち、そこから抜け出せなくなっていました。ですが、回収課で最も器物に詳しい人物が内側から彼らを解放してくれたのです。アーランさんたちが駆けつけた時、失踪者のほとんどはショックのせいで息も絶え絶えになっていましたが、幸い命に別状はありません。 This is the end? はい、これで終わりです。 Why do I feel like you didn't do much? 全て解決しました。残りの問題は宇宙ステーションの中だけで収められるでしょう。どうかヘルタさんに代わってお礼を言わせてください。ミスター、ありがとうございました。ただ、今回の事件においては、まだ一つ解決していない重大な疑問が残っています。Jeez. しかし、
それは私が処理すべきことですね。 Okay, we got new messages. Have you heard? Lead researcher Asa was attacked too. That Duke Inferno, devious, conniving psyops on the masses have always been the most terrifying kind of attack. Indeed, it seems that the Annihilation Gang isn't just about mindless violence as the rumors suggested. If the lead researcher wasn't rescued at the end, we'd all be in deep, deep trouble. Not necessarily, maybe she's the one who orchestrated it all. Masterminding these elaborate rules by deliberately harming herself to earn some sympathy points. That line of thought do have some merit. Enough already, this is ridiculous. Is that really worth it? All that hassle just to palliate a few keyboard warriors? True that. Speaking of which, where's that very first rebel rouser which knew it? Oh right, he was real righteous something when he invited me into this group. Let me see. Ugh, the guy left the group without making any noise. Wait, now. あ、お待ちしておりました。 Now what? 事件の余波はまだ消えていない。君たちは多くの問題に対処しなければならないはずだろう。それとも宇宙ステーションの安否は君には関係ないのか？カイト、私はそのために来ました。何しろ事件の本当の主役はここにいるのですから。え？いつから僕を疑っていた？学術研究に従事しているとどうしても一つの物事を信じることが難しくなってしまう。むしろそれを疑う方がはるかに簡単なんだ。最初からですよ、デイシオさん。私にもあなたと同じ悪い癖がありましてね。それは光栄だな、スクリューガムさん。だが早々に見抜いていたのならどうして何も言わなかった？好奇心があったからです。ロンリ、私はあなたと同じ決定をしました。それはつまり同行して観察すること。ほう、それでいつ確信に至ったんだ？結果から言いますと、今回の襲撃では軽度の精神的なダメージを除き、実質的な被害を受けたスタッフはいませんでした。これはアナイアレイトギャングの手口と一致しません。ロンリ、彼らを救ったのは第三者だった。僕が偶然霊下の火種を手に入れ、冥下の転送に干渉していなければ、あいつらは今頃宇宙のゴミとして窓の外を漂っていただろうな。あなたは計算以上に率直ですね。だが結局は君の計算のうちなんだろう。最後の質問だ、スクリューガム。君のような天才に僕がこんなことをした理由を導き出せるか？断定はできませんが、推論。弱者に救いの手を差し伸べることは医者としての良心。その後事態の成り行きを傍観していたのは学者としての厳しさでしょう。そして黒幕として全体を操るのは天才への挑戦といったところでしょうか。さすがはスクリュー性能、人の心をよく理解している。ただ残念ながら天才と同じように大衆から離れてしまっているようだ。君は一つ間違えている。傍観こそが真の治療なんだ。この世界には愚鈍という病があり、それはどんな病気よりも根絶が難しい。知恵の運命には理屈も論理もない。天才たちは星々を渡り歩くが、凡人はその足跡をたどることすらできない。凡人は自ら歩くことを学び、
つまずいて転びながら何もなせずに生涯を送るんだ。だが失敗した人生も人生であることに変わりはない。彼らには最後までそれを味わう権利がある。地面に倒れ誰も助けてくれないとき、愚者は初めてどう立ち上がればいいかを悟るんだ。僕は潔癖でね、バカアホ間抜けが許せない。見ると死にたくなる。残念なことにこの宇宙ステーションにも博識学会同様転生はいない。凡人だらけだ。あなたが根絶したいのはスタッフたちの天才に対する盲信ですね。僕は自分の疑問を並べただけだ。答えについては彼ら自身が明らかにするだろう。否定的な心情を抱いて模索することもまた一種の探求だ。同じように僕たちが正しいゴールにたどり着くための助けとなる。凡人が啓蒙を得るために必要な過程なんだ。なるほど。あなたは確かに学者というより医者に近いようですね。僕が残した小さな火種についてはアスターさんが適切に処理するでしょう。それも彼女に残した課題だ。さてそろそろ失礼するとしよう。この先も天才たちと出会う機会があることを祈っている。きっとその時も今日のように。さまざまな茶番と苦悩が見られるだろう。所詮凡人だからな。ウェイ、Are you trying to tell me that Dr. Reshu is the one that orchestrated all this? I'm confused. I'm legit confused. I might have to head over to the forum or something, some to have a better clarification, because this entire Trailblaze continuous mission, I'll be very frank with you guys, it's kind of confusing. I'll be very frank. Other than the fact that we have a first glimpse of Duke Inferno, other than that, right, the second half of this Trailblaze continuous mission, I'll be very frank, kind of confusing. I might have to go to some forums and have a bad, might have to do some reading or to have a better understanding on what in the world did I just witness.